おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、このマイクロビットが横に映ってるこれですね、これじゃなくてこっちですか、これですね。このマイクロビットの説明をしてるんですが、今はこのマイクロビットを乗せてコントロールするこのマクイーンの説明動画も撮っています。で、今はですね、この先につけるこのローダーっていうこのシャベルみたいなやつですね、これのオプションを買ったので、この組み立て動画を連続で撮っています。まあ、最初はまあどんな部品が入ってるかっていうのを開けてみてですね、で昨日は説明書を読みました。で今日は実際に組み立てていってみようと思うので、よろしくお願いします。でちょっと画面を切り替えますね。外付けカメラにして、でバーチャル背景をなしにすると机の上が映ります。はい、机の上に切り替えます。ちょっと散らかったままで展開していきますが、でまず1番はですね、紙にプリントアウトすればいいわけですね。まず1番目はこれをこれに組み立てましょうということで、加工だカメラマンさんがいないので、アングルがいいかどうかわかりませんが、こうつくんですね。こうつくけど、今みたいにこれが干渉するってことは逆なんですかね。こうして、こうつければぶつからないので、この位置ですね。まずは、これをですね、まずは私のメモを書き換えて、手元が全然見えないので、セミが鳴き出しました。セミが鳴き出すと変な音が出ます。これ、ここにこう差し込んで、ここの先にですね、このちょっとちっちゃいのが一つついてると思うんですけど、先の尖ってないちっちゃなやつ。これで、ここに回して、結構ずっと刺さないといけない。ずっと刺して、このように届かないですよね。もう少し刺さってほしいんですけど。ギリギリ届かないぐらいかな。ネジで止めるのはちょっと厳しいかもしれませんけど、このネジは断念しましょう。で、これをつけて、こうですね、こうつけて、ネジがこの小さい 2.5 っていうのは、この中に。で、この中の実際 2.5 のネジを使って、ここですね。ここに、ちょうどこの黒いフォームにネジが切ってあるので、そこに合わせてもらえれば、締めると思います。こういうネジを組み立てるときのコツはですね、一つ目をいきなり止めない、思いっきり止めないことが大事ですね。でさらに失敗するのは、先にこの銀色の方をつけると回しにくいことが外れた、外れて本をつける前にネジをつけるときでした。動画撮ってる人に同じようにつけて、外して、で、
NG の埋め方は、こう両2つ目がちょっときつめにつけて、もう一回戻って、こちらをしっかり止めるようにした方がいい。で、これを蹴るというところまでが、ですね、これを蹴るというところまでが、第1ステップだと。で、次は、向き的には、このケーブルが上に出てきて、これとこれと、こちら側の、昨日説明したベアリングと、こちら側の銀色が合うようにして、つければいいのだと思います。ネジのサイズが、いくつかあって、あとサーボの位置ですね。このシャベルの位置がこのネジで止まるという風になっていて、このネジがついてますね。こっちは 3.5 ですから、こっちは 3.5 ですかね。まず、こっちの 3.5 と2種類あるので、こちらの穴には、そうですね、3.5 が余るので、先ほどの小さいやつじゃなくて、この大きい方のネジを使うみたいですね。こちらも同じ 3.5 ですね。はい、で、3.5 ですね。どっちがからつくんでしょう。こちらがからつきます。一つ目つけるのが結構ね、1つ目のネジはこう入っていって、グラグラさせたぐらいでやめるのがポイントですね。いきなり固く締めるとですね、次のこの穴をこう合わすときに動いてくれなかったりするので、1つ目のネジを止めるときはちょっと軽めに止めて、2つ目のネジもまあここもちょっとまあ軽めに止めて、全体的にこう動くような状態にしておいて、こちらも止めてということで、ネジは全部ですね、全部、とりあえず差し込むまでは、軽く、まあ、繋がったところぐらいで、軽く締まってるぐらいのところで、締めておいて、これでもう最後、本当にもう、他のネジ刺さないですよねってなったときに、こう、もう一度にして、ピッと締める。で出てきました。それで、こんな感じで動いてますね。で、これを、ここに、こう、つけましょう。ということですね。で、これ、まあ、カールしてあったけど、カールするのはなかなか難しいですよね。あ、8時半になってしまいましたね。最後、ここにつけるのは、この穴とこの穴ですね。なんか、そろそろ切ってほしいそうです。こうね、ちょうど長い穴になっているので、こうスライドするので、まあ、これもさっき言ったように、最後まで思いっきり締めるんじゃなくて、軽く止めておいて、これもこう軽く止めておいて、もう位置が決まっちゃいましたかね。で、緩めて、まあ、これぐらいの型ですから、まあ、もうこれで位置の調整も必要なく、ちょっと締めてあげると、
出来上がる。で、これを出しましょうということで、まあ、1番に出しておきましょう。ただこれ2つ刺し方がありますよね。この方と。真ん中の赤はいつも赤なんですけど、オレンジが上なのか、と黒が上なのか、ちょっとこれ、ホームページで確認しますね。画面は切り替えずに、私の方で見ます。やっぱり茶色が黒ですね。このテーブルは茶色が黒になるように出して、これで出来上がりです。ここがちょっとカールになってないので、ここをまあ動画のようにうまくカールにするなり、何かこう、バンドで止めるなり、してあげる必要があるかもしれません。ちょっと中途半端に長いですよね。はい。まあ、とにかく、ここまでできました。で、残念ながらこれをつけると、この超音波センサーはつけれないということに、よいしょ。はい、じゃあ画面を戻して、今日はこのマクイーンにローダーをつけました。はい、これで、まあ、形が出来上がったので、明日ですね、次回は実際にプログラムを組んで動かしてみたいと思います。どういう動きになるか楽しみです。はい、今日もご清聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。